はい、というわけで、どういうわけ？あのね、万華鏡おうちごはんです。青空岡友美42歳、ももち結びで頑張っていきたいと思います。はい、ももち結びを知らない人は検索してみてください。はい、もうね、鶏肉を今焼いております。こうね、まあ、4人家族なもんで目いっぱい焼いてます。で、お味噌汁、玉ねぎ、人参、わかめ、溶き卵ね、お味噌汁できております。無限ピーマン、無限ピーマン、ここにね、ピーマン、まあ適当な大きさに切りまして、500ワットで3分ぐらいチンしました。で、水気を切りまして、お世話になってます味の素さんでね、味付けをします。これね、小さじ2ぐらいかな、すり切りで。はい、で、ごま油、目分量です。そして、あ、私ね、ごまが好きなもんで、ごまを入れます。とっても目分量です。はい、混ぜますよ。で、ちょっと余裕がある方はですね、このシーチキンね、シーチキンも結構高いですから、ちょっと水気を切って入れましょう。本当にね、これ普段作ってる長男の大好物の無限ピーマンと、鶏の照り焼きですね。出ました。おい、無限ピーマンです。これね、作り置きにとっても便利ですよ。で、おにぎり作ります。これね、美味しいのが、お出汁を入れて、目分量ですよ。で、青のり、これ青さ。はい、目分量。ちゃんとね、これね、閉じるときボンボンとして閉じてください。チャックにね、のりが挟まりますので。ほんで、とんかす、美味しいよね、とんかすね。どっぷり入れましょう。とんかす入れました。はい、で、ちょっと塩もね、味塩で、シュー、はい、よいしょ。これね、あの悪魔おにぎりとか言ってね、流行ったりしたらしいですよ。というわけで、ご飯完成しました。うちの自慢の中庭とともに、もうね、家の中がね、吹き抜けになってて、こんな感じで、この中で肉を焼いたりしております。子供のね、押し車もありますね。さて、ご飯できました。美味しそうですね。早速ね、いただきたいと思います。はい、ではいただきます。鶏の照り焼きとおにぎりですね。悪魔結びで、作り置きの人参しりしりね、これね。で、これさっき作った無限ピーマンで、お味噌汁でございます。さあ、逆光ですが、いただきます。